よし、じゃあ行きますか。凍てつく海と風と。ワドルディは5体。5ワドルディいますと。なんか斜めだね。あ、これあれだな。おそらくニードルは、ニードルは風の影響を受けないっていう話だったから、いて受けなくても難しくね。いて、おにぎりー、いくぞ。お、頬張りきたー、いくぞー、よいしょもうちょっと頑張ろう。もっともっと早くだよ。例のトレジャーで練習したやろ。オッケー。ワニャワニャワニャ。よし、これで1ワード目 OK ですね。次、あ、いいのか。まあ右側も行く価値は。来た、行く価値はあると。じゃあ先へ進みましょう。ふんふん、なるほど。待って、何ここ後で壊せるぞ。あー、なるほど。下に降りる場所があるのか。あ、うー、頬張れますやん。頬張ります。これどっちかを行くのがいいんだろうな。これ向こうって届かないよね、さすがに。そうだよね。この細道行ける？あ、細くないわ。ここは何で行くんだろうな。まあ順路的には素直にここに降りていく順路だろうね。あ、これで突き進むんか。なるほど、了解。どっか忘れてるとこないよね。オッケー。これはゴールしちゃうか、ゴールしちゃうっていうか先進んじゃうから、一旦ここで降りるんだね。これで引くんだ。時間制限がもしかしたらあるかもしれないけど、待って、グルメがある、グルメがある。まあ、ワドを助けるのも大事、ワドちゃんを助けるのも大事です。よっしゃ、トリプルグルメ来た。これで、まあ、本来の右側ルートに帰っていくと。なるほどやね。でガチャがあって
ってこの先にワニャワニャ行ってるからおそらく多分いるんでしょう。何これ、ファイヤーだぞ。僕にはわかる。能力を捨てて、やべ、うおら、これで3ワード目と凍っちゃった。ちなみにこれ以上右はないよね。ないね。オッケーオッケー。じゃあこのまま先へ進んでいきますよと。で素直に進んでいけばいいのかな。てかこれ一方通行に近いな。このルートで行けっていうのがあるぞ。お、ワニャーワニャー。さあ4ワニャー来た。あと1ワドルディです。いて、あ、左だ。これ左、こいつを溶かすんや。なんだこれ。ああ、上に行けるんだ。なるほどね。ファイヤーの能力を進化できるドラゴニックファイヤーの設計図きた。こっからさらにってことだよね。待った、あぶねえ。絶対ここある。ほら、みーあるんですよ、やっぱり。降りろ、地下の隠し部屋。導火線がありますよ。とりあえずおそらくまあ素直に伸びて洞窟さんに火をつける。で頬張ってなんとか向こうへ移動して吐き出して乗ると。そうすると来た、ワニャワニャエリアラストだよね。5人目のワドリー、やったね。以上なんかな。で上にスイッチがあるのでこれを押すと。で左奥にガチャガチャがあって、これでこのステージはクリアと。いいね。何、一個できてない。何だったんだ最後。風がしのげるホラー穴見つけて。マジ、ホラー穴なんてあった、まあ、全然気づかんかったな。いいぞ、でも順調ですよ、順調。さあ橋でしょ、橋で次にあれなんだよね、またボスなんだよね。バイバーイ。はいはいはい、こことここ、この段階になったら開けれるとかかな。絶対ここあると思うんだけど、ないんだね。三つ子スイッチ、トルネードの力を使って
3つのスキルじゃないスイッチを押していかないといけないというルールなのは名前からは想像がつく。めっちゃむずいんだよな。いやでも意外にいけてる。まずい。オッケー。ちょっと時間食ったけど。いいよ。いいじゃん。わっ、あと 0.52 秒早ければってやつだなこれ。まとはいえナイスです。じゃあ左側のトレジャー行って。惜しかったね。あ、行きますか。街へ行けって言われてます。タイムクラッシュ？どっかでじゃあもしかして取りそびれてるのかな。新しい施設ができたよ。ドリンクショップだ。145人のワドルディたちが力を合わせてワドルディの道具屋をオープン。へえ、道具なんだ。で、まあここは設計図が手に入ったからファイヤーの能力アップだねってとこね。一旦じゃあファイヤーの能力アップから道具屋さん見に行きますか。ガチャ前回やってないしやるか。お、スリープの能力を追加、了解です。で、ファイヤーの設計図がありますと。ボルカニックドラゴンファイヤーみたいなやつ。行くぞ。ボル系のファイヤーからドラゴニックファイヤーになるんだ。お願いします。ででへん。うわ、ドラゴンじゃん。ドラゴン、ドラゴンのにガブって掴まれとるけどね、見た目的には。さあ、長押しで飛距離が伸びます。了解しました。じゃあ外で試そう。見えんなよ飛距離。うわ、とんでもないや、大災害。メラ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 。ちょっとお金もかなりあるので、かぶるまで、ボリューム1とボリューム2、それぞれ回しますか。のんびりタイムでございます。かぶったことね。これかぶりました。ボリューム1これにておしまい。ボリューム2に行きます。ボリューム2、星20ですか。なるほど。まあ、お金持ちですから、あんま気にしなくていいでしょう。フォーリー。カニ。ボス系出てほしいな。お、中ボス来た。なるほどね。なかなか出てきませんね、ボスは。まあでもさすがにかぶりはないね。あ、かぶったわ。かぶったので、ボリューム2もこれにて終了。ちょっと一応コレクション見てみます？ボリューム1が、ちょっと待って。ボリューム1が、あと13個かな？おー、いいね。いい調子じゃない。ちょっと全部ニューに、ニューを消しておきたくて。で、ボリューム2に移りますと。ボリューム2は78分の12。まだまだですね、さすがにね。さすがにまだまだと。はい、ということで道具屋さん行きますか。え、すごい。すごすぎる。こんにちは、道具屋ワドルディ。冒険をサポートするアイテムが買えると。一時的にパワーアップできる能力。なるほど。
重ねて使うことも違う種類のパワーアップアイテムを一緒に使うこともできる。なるほどね。体力が2倍、200秒間攻撃力アップ、5個まで重ねて使える。やばいな、スピードとかすごいね。なるほどね。なんかあれだな、ミニゲーム系これでいけそうだね。あのトレジャーのさ、早く行かないといけないやつとか、敵倒さないといけないやつとか、比較的これで楽できそう。さあ、ということでホワイティホルンズに戻ってまいりました。特にボムの能力はまだないので、このタイムクラッシュトレジャーはできませんと。他になんか開けれそうな場所もないので、まあ一旦このまま行きますか。続きのところに、ブリザードブリッジの戦い、こちらに向かっていきます。